スをはクリスマスは家族で過ごす習わしなのに、あれやろう、あろう、あひゅー。勝手に勘違いするんじゃない。前回前々回と散々なクリスマスだった。サイレントナイトが聞いた秋で、今年こそ静かなクリスマスを過ごしてやる。配達の権利を落としてだと、弁償してもらうからな。ちょっと待ってくださいよ。やっぱそうか、やっぱおめえか。そうだ、お前ケーキ買わねえ。ちょっと形が崩れちゃってよ、安くするから買わねえか。いくら持ってる。今1302円しかねえけど。狙い過ごしたくのようにそこね。ありがとうございました。そうだ、カイドウの地味でも誘ってアイボンチでも行くか。なんだ、なんだか嫌な予感がするな。うん、この辺は何もないな。おう、チビ、いたいた。アイボンチ行かねえか。佐伯の家か。ほら、ケーキだ、ケーキやんぞ。また だ、 何なのだこの不安の正体は。おー、フテラさん。わあ、偶然。え、佐伯くんの家でクリスマスパーティー。またか、何なんだこの追い詰められている感覚は。やれやれ、間一髪だったな。帰ってきたか。おう、相棒、メリークリス。いやー、ケーキもらったから相棒に食わしてやろうと思ってよ。ああ、はいはい、メリークリスマス。よし、パーティーの始まりだ。何ノロノロ歩いてるんだ、ストックだぞ。それになんだその格好は。ほどいた方がいいよ、水難の層出てからな。何わけるわからんこと。パワーなんと、うわ、タイミングの席に。はやチュース。ギャルだ。ギャルが来たぞ。ギャルか、思ってた。私、アユラミコト、適当にミコちゃんって呼んでよ。今度近くのよく当たる占い師のお店案内してあげるね。で、チオピッピは何を見てほしいか。恋と愛情、恋愛心のこととか。相性 2% だって受ける。チオピッピって男運ないっしょ。今までの男もろくなやつがいなかったんじゃね。信じないもん。そこまでギクギク言っといてそれはないだろ。厄介だな。僕の正体に気づく可能性はあるのか。なんかインスピ働きそうな動きを適当にやってるだけ的な。あー、でもなんか調子悪いな。具合悪いの。そういえばなんでうちの学校来たの。聞きたい、うん、決まってんじゃん、運命の相手っしょ。その規定の髪色しててなんだかわかんねえけど、ものすげえ才能があって、イニシャルが SK ってことぐらいかな。はさてと、学校行こう。やれやれ、どうしたものか。昨日転校してきた女、相浦美子と。仕方ない、この手だけは使いたくなかったが、やむを得ん。学校休もう。佐伯のやつ今日は休みか。あいつが休むなんて珍しいな。なんだ、こっち来んぞ。なんだ、離れろよ。おい、いいことって呼んでよ。私強い男好きなんだよね。ふんふん、あー、こんなことと目ぼしいのはあいつのオーラ、まるっきり炎じゃん。あれ相当な金持ちのボンボンね。一瞬でもこんなやつと間違えるとは一生の不覚ね。千里眼とテレパシーの同時使用は疲れるな。しかしこれで分かった。もう全然いねえじゃん。わ、この感じ。逃げるのはやめだ。あれ、またオーラが見えなくなったんですけど。はまだ見つけてねえのにマジ最悪。いや、待てよ。おお、直った。僕のオーラが大きすぎるのだ。今ざっと計算して半径約 200m。 すげえオーラ。絶対あれだし、あれが私の運命の。お、佐伯、これから部活動報告会だぞ。僕はどの部にも入ってないぞ。鳥塚が言ってたぞ、部長が佐伯に変わったって。あの子そう許さん。佐伯くん、姫原さんも副部長を押し付けられているようだな。あれから毎日二人でずっと待っているんだよ。あれから毎日カイドウ君や佐伯君たちが来るんじゃないかって。わかったわかった。来てくれるの嬉しい。まあ来てほしいのはカイドウ君の方なんだけど、まあいないよりいいか。あれ、もう佐伯先輩だ。キャー、お疲れ様です。ん、誰だこの子は。この前綾部先輩が女の人と歩いてるの見ちゃって、あの人誰なのってついメールで聞いちゃったんです。で、佐伯君はどう思う、男として。クソ、どうでもいいです。さやかちゃんに聞いてみましょう。なんか出た、なんか始まった。さやかちゃん、綾部先輩から返事が来ます。今のうちに逃げよう。どこ行くの佐伯君。さやかちゃんが来てるんだから部屋から出ちゃダメ。先輩の話も聞きたいです。こっちのモードもめんどくせえ。もうなんで気づかないのよ、鈍いわね。君も自分の質問がストレートすぎることに気づいた方がいい。二文字目あるですよ。てる、てる、もしかしてあのボーカルの。待って、まだ反応があるわ。てる、は、うん、私の名はテルハン。テルハン。やれやれ、そんなことをしてさやかちゃんがお怒りになっても知らないぞ。とにかくもう一回やりましょう。そっちも。あ、なに、さやかちゃんが怒れるない。じゃあ一体どこに。マラボシュやれやれ、ようやく肩の荷が。いや、まさかな。パパ起きて、朝ごはんできたわよ。日曜なんだからもう少し寝かせてよママ。え、山崎健人。一瞬ただの山崎健人君かと。そんなわけないだろう。だって僕の愛は僕に対するママの愛より大きいんだから。嬉しいわ。でも私の愛の方が。いや、僕の方が好きだ。私の方が好きよ。なんだまだやってるのか。やはり喧嘩か。はあ、冷たいな。やっぱりママの愛ってその程度だったんだね。どんだけ僕が飲みたいって。君は愛する相手の気持ちも理解できないんだね。あら、愛しの私が入れたコーヒーよ。さて、磯野と空き地で野球でもしてくるかな。クソ、僕の君への愛が地球上で一番大きいことを理解させてあげる。そこからが僕の曲がらなかった。だから力んでも意味ないと言っただろう。あなたへの愛は誰にも負けないから。よし、僕の勝ちだ。なんでパパ。まだ何か。ブブブー。かわいい。むしろ上がった。ママのラブリーポイントが上
逃走している。なんだ、一体なぜ。愛があるならその人との間にできた子も同じだけ愛してるはず。変だな、母さんが測定を開始させたのに数字がそのままだぞ。どうやら故障したようだな。待って、あなた、うわ、来たな。穴という穴から体液が出てるじゃないか。余裕ぶってるが、お前だってなる可能性あるんだぞ。これはな、なあクソ、考えたんだが、お前のその症状、花粉症というのはどうだ。真面目にやってくれ。また絶対無差別じゃないだろ。無差別はあ、やれやれ薬が効いたようだ。おい、俺がくしゃみするとこちゃんと見ろよ。なぜ。まずいぞ、早く薬を飲まら、う、まずいって。あきは、ピンポイントでこれ、なんということだ。とりあえずマスクだけでもしておこう。待てよ、粘土をなぜついてくるんだ。お前がいたら瞬間移動できないんだよ。一刻も早くこの場から離れないと。なんでかわかんないけど、この気振るとくしゃみが出る。追ってくるんじゃない。悪く思うなよ、お前が悪いんだ。しまった、なんだ今の音。あっちから聞こえたぞ。煙出てるぜ。まさか花粉に足元を救われるなんて。うわ、目が痒い。花粉に救われた。今日転校生が来るんだって。そうなんだ。全員飽きてるじゃないか。先生遅くね。起きた。ごめんなさい遅れて。じゃあ転校生を紹介するわ。入って。何と言ってもこれから共に輝かしい青春時代を過ぎ、あのクラスメートとのファーストコンタクトにくだらな話をしてしまいました。私の悪い癖なんです。どかした。つい口にしてしまう。私の名は清和明智、名をトーマと申します。ではまず皆さんが疑問に思っているなぜこんな時期に転校をということについて。よくあることよ。清和明智、よかったら一緒に飯食わねえか。新入り力抜けよ。ちょうど一人で退屈していたところです。人と会話が成立しているうちはまだ静かな方で温まってきたら。よし、お前一旦喋るのやめろ。てめえいい加減にしやがれ。あとさらっと風呂でおしっこするのをカミングアウトしてんじゃねえ。お手屋の君を怒らせるつもりはありません。うるせえ、別に怒ってねえ。お前なんで俺が元ヤンだって。超能力者なんて呼ばれたりしたこともあります。わすごい、今どうやってやったの。ねえもう一回、ってもう一回。いや、ありますよ超能力は。私は見たことがありますから。うわっ、それ詳しく聞かせろ。食いつくなよ。いや、私のこともお忘れですかね。ねえ君って超能力が使えるんでしょ。すごいね、クソ君。またお会いできて本当に嬉しいです。この力はあまり使いたくなかったのだが仕方ない、見せてやろう。このおとぼけ顔な。けどお前超能力者はさすがにねえよ。だって俺らも見たことねえもん。チャイムに救われたか。クソ君、私はあの事件 99% クソ君の仕業だと思っています。お前もいじめるぞ。思い出したくもない過去だ。よし、成立。さつまいも掘り。これからさつまいも掘りを行う。こんな行事で盛り上がるやつさつまいも掘るぞ。たくさんいる。ここに黄金色のお宝が眠ってるのね。君はしょうがない。ああ、やりたくないな。抜いたふりしてうまくやり過ごそう。いいですか、ご一緒しても。明智トーマ。いや、楽しいですね今掘り。自然と笑みがこぼれますよ。せいぜい尿はこぼさないようにしてくれ。ハスの与党を踏んでしまいますよ。不幸。どうかしましたか。もう少しでこうなるところだった。年会堂。見ろよ、めっちゃ大量だぜ。ほう、これは立派なさつまいもですね。これよ、細っ。いやー、最高だぜ、チビ。よし、明智の見たら今のうちに掘ってしまおう。しかし、強く生きろよ。うんこいもくれてやろうか。いらねえ。確信しました、クソクは虫が苦手だ。さあ、超能力を。全く動揺しないだと。手伝いのお礼ですか。ええ、どうぞ。私の思い過ごしだったのか。ん、関東地方を中心に全国で大雪警報が出ています。こんちゃん、今日学校休校です。やったー。大はしゃぎしてるじゃないか。やっぱり雪は嫌いだ。佐伯すごいぞ。これは異常気象だ。帰って勉強しろ。おい佐伯。やれやれ、小学生か。あいつらは頭が、おい、しっかりしろよ。なあ、目を覚ませ。おい、助けー。ち、やれやれ、結局ついてきてしまった。しまった。少し目を離した隙に倒れた場所に犬のうんこがあっただけだ。うわ、汚い。全然大丈夫じゃない。おい、相棒も見てないで手伝えよ。上の雪玉作っとけ。のんきなもんだな、まったく。見といて正解だったな。うわ、綺麗に乗ったぜ。あれは面だ。もしあれが降ってきたら大変だ。念のため取り除いておくか。おお、最近いいもん持ってんじゃないか。それ使おうぜ。やはり吹雪の日は雪山で遭難ごっこすんだろ。おめえも次死ぬ役やれや。アホくさ。なあ、目覚ませよ。なんで。僕は友達がいない。少ないではなくいないのだ。なぜなら僕と他人は違いすぎるからだ。よし相棒、ラーメン食い行こうぜ。一緒に来い佐伯。町に不穏な風を感じる。最悪だ。今まで目立たず暮らしてきたの。おめえさっきからなんでついてくるんだ。もう転校しようか。ああ、てめえが消えろや。俺らはラーメン食うんだよ。一人で行く。行くぞ佐伯。風がまた騒ぎ出した。絶対潰れるな、そのラーメン屋。ん、あ、容赦だ。ウィンドがいなくなっちゃったの。ウィンド、ワンちゃん。犬か。よっしゃ、その犬俺たちが見つけてやんよ。その太刀に僕は入ってないだろう。じゃあな面倒、また明日。バカめ、犬の種類も聞かずに行っちまいやがった。さて帰るか。お兄ちゃん。
ウィンド見つかる？もう一回だ。迷い犬、迷い犬、迷い犬、迷い犬。お粘土のアホ。あ、ウィンド心配したんだから、ね、やれやれ、見つかってよかった。千里眼で粘土の位置はわかるし、カイドウも何気に役に立った。見れば見る。お兄ちゃんたちありがとう。なんで俺様も見つけてきたのに。じゃあこの犬誰のなんだ。そいつまだ。私はね、ウィンドとは小さい頃からずっと友達なの。ずっともよ。やれやれ、めんどくさい、本当にめんどくさい。 PK 学園新聞部に目をつけられ、次々と出まかす記事を書かれている。この学校で一番力があるのは空手部でも柔道部でもなし、私たち新聞部よ。弱いわね。は？それじゃ内容がなくて記事にならないわよ。産業でまとまっちゃうじゃない。まあいいわ。じゃああれを渡してもらえる？あれ4日もいたんですもの。1回ぐらい撮ってるはずよね。バカなの。え？撮ってないで。何回もチャンスあったでしょ。なぜ撮らないのよ。逆になぜ撮るっていうか、やめてくれる？ああ、がっかりね。もう帰っていいわ。何なんだこの部は。潰れろ。面白ければ嘘でもいいのよ。入手した写真は次号掲載予定。おいおい、マジかよ。寺橋さんがんの。やってくれたな。寺橋さん。佐伯くんはそんなことする人じゃないわ。こんな新聞でたらめに。してないぞ。寺橋さんは普通の人間とは違う。そうだ、寺橋さんがするわけね。あの女は昔から裏に何かあると思ってたから、これを機に一気に暴いてやるわ。さあ早く取りなさい。こんなんで本当に騙せますかね。はいはい。これで明日の新聞は。ああ、ちょっと待って、カツラが取れちゃったから。部室でクソして撮影とか半端ねえ。も何かしら覚えてる思い出あるだろう。だからそのなんだ、哀れみの目を向けるのはやめろ。今からみんなで海でも行かないか。結構だ。ある、やっぱり思い出たくさんあった。あ、瞬間移動。あっしゃい。あっしゃい。次、次どうだ。いやでもこういう写真見るとなんかあれだよな。え、遊びに行こうぜ。おー、一番か。お、海行って花火しようぜ。おっしゃー、行くぞ。いやー、よく来たね。お友達も一緒かい。お、うん、ああ、ほら、あれ、師匠。やめろ、ややこしくなるから黙ってろ。ちょっと芸の幅を広げたくてね。でもマジシャンとサーカスじゃ使う技術全然違いそうだけどな。今日はその、来てるのかい、緑は。おお、母ちゃんも来るって言ってたぜ。ほんとかい、よかった。本番頑張ってください。あ、ありがとう。楽しみだな、サーカス。お、相棒どこ行った？蝶野が負傷したぞ。大変だ。倒れ方に緊張感ないな。それにびっくりした蝶野が玉乗り用の玉にぶつかって頭から。死ぬほどカッコ悪い事故だな。彼なら僕。この子供がステーション。蝶野。遺言みたいに頼んでも断る。冗談な、ただ者じゃない男じゃ。今まで何度もわしらのピンチを救ってくださった。はい、よっしゃ、彼が蝶野の代役だ。よろしくな、君。よーし、やってやろうぜ。勝手に話を進めるんじゃない。お、あれもしかしてあんちゃんじゃねえか。え、あれ、あんなんだったっけ。僕はピエロのバタフライボーイ。なるほど、合わせればいいんだな。それ、ハハ、どうだい、うまいだろ。うお、たまげ。こうなったら仕方ない。浮く。ほうら、どうだい、驚いただろ。やれやれ、なんとか終わったな。あいつらの尻拭いに付き合わされるのはもううんざりだ。本当に助かったわい。帰って構わんぞ。帰りたいのは山々なんだが。あのタックトップがやるんじゃなかったのか。すごい、あれさっき大すぎ。さっきテーブルにぶつけた肘が少し痛むな。まあこれくらいなら大丈夫か。よし、ここだ。はい、よし、そしてやったーだこいつ。またさっきのペアだ。なあ、細胞も見りゃよかったのにゃ。ライオンの三毛による。今度はこれか。人間どもの泣き叫ぶ声が聞きたい。人間を食べたい。あんたがっつり行かれてるじゃないか。服従しろ、さもなくば。いけ、なんだその顔は。火も全部抜けたようなファンシーな顔になってるぞ。それどころか人に襲いかかりそうな勢いだもんね。って、蝶野お前。いや、幸い怪我は大したことなかったんですぐ戻れました。それでステージに出てるのが僕じゃないとバレてしまって。まあ、あんたがあんなことできるわけない。意味がなかったらと、もう一度病院に戻してやろうか。手には何も持ってないだろう。でもこうしてこうすると。しかし散々な結果だな。蝶野の言う通り何の意味も本当に意味なんてなかったな。結局うまくいったじゃないか。まったく飛んだピエロだ。
つうか相棒どこ行ってたんだ。別に腹が痛くてトイレにいたんだよ。その鼻のやつなんだ。鼻がどうけしたか。